皆さんこんにちは、ワイケイスケです。本日2024年、7月の16日、11時8分、今9分に変わったところなんですが、昨日ですね、まあ、Amazon プライムビデオさんの方で、ガンダムシードの映画の途中までと、まあ、今日の朝その続きを見ていたりだとか、キャッツアイと、ルパン三世の、コラボをした作品を拝見させていただいてたんですけども、まあ、あのルパン三世とキャッツアイの件に関しても、まあ、私の提案した内容と、あとガンダムシードに関しては以前、まあ、僕はまあ、ガンダムの制作スタッフの方たち、まあ、富野さんの方にもあのメッセージで、まあ、話の大枠で、ちょっとまあ、相手のことが読めるっていう部分、まあ、そういった部分をあの取り入れていただいて、ガンダムシード、まあ、制作していただいてたみたいなんですが、まあ、まずは、キャッツアイの方、キャッツアイと、ルパン三世の方、特にあのルパン三世の成り立ちですね、まあ、たまに僕動画で以前あのルパン三世という作品に関して、まあ、泥棒が主人公っていうのはこれはまずいんじゃないかと、その、まあ、自分でも窃盗犯を捕まえたり、まあ、刑事訴訟法で逮捕権一般人にもあるんですよ。であとは警察官への引き渡し、制服を着た、まあ、そういうふうな形になってるんですけども、まあ、現行法規と現代日本法規見てもらったら分かると思うんですが、まあ、一時そういうこともあって、まあ、そういうふうなことも、まあ、突然言い始めたりとかもあったんですけども、ルパン三世のその成り立ちっていうところで、もともとそのドイツとかのそのヒトラーとかがいた、まあ、遠回しにこれイギリスとか他の国とかでもそれしてしまってるんですけども、植民地支配をしてしまったところは、美術品を、まあ、盗まれて、植民地の方たちとかからそれを、まあ、ルパン三世は取り返していたと、まあ、そういう話だったんですよ。で、まあ、そういう話も出てきてですね、あ、そうだったかと。ルパン三世とはもともと、そういうふうな、話で、まあ、方法はその非合法な方法なんですけども、まあ、まあ、どこか正義がある部分があって、まあ、見ていて、ふざけるシーンもなかったですし、本当によくあった作品だなと思います。ルパン三世とそのキャッツアイの、コラボレーションですね。まあ、キャッツアイの方も、人殺しはしないっていうスタンスで、行動されてると。まあ、まあまあ、ルパン三世を見てもらったらわかると思いますけども、まあ、鉄砲とか使ってますからね、まあ、ヘリ撃ち落としたりしてますから、まあまあ、その辺のところは、あまりとやくアニメのことを言い始めると、ガンダムシードも、主人公が人殺ししてしまってる話になってしまいますから、これ一回言ったんですよ。その、フリーダムの話を以前の動画で言ったと思うんですけど、やっぱキラヤマトもすごく冒頭のシーンですごく悩んでるという部分があったんですけども、まあ、次回作品をね、まあ、これはルパン三世とキャッツアイというコラボレーションの方向から、また次回作品作っていただいたらいいんじゃないかなとは思います。そこまでするとカリオストロの城の完全にそのパクリと言いますか、遠回しで言いますと、まあ、似たようなストーリーになってしまうみたいな形のご意見あるかとは思うんですけども、まあ、その辺ちょっと変えて、まあ、以前のカリオストロの城はとある広告で、偽札を、作っていたと。で、それを、銭形のお父っつぁん、要するにインターポールとを、
もうまあ銭形のとっつぁんと組んで、まあいつもは敵となぜか行動してる峰不二子というよくわからない行動の仕方、それはそれで損するからどちらかというふうに固定しなかったら、でまあカリオストロの城では結局峰不二子も組んで暴露をするんですよね、放送をして全国放送をハイジャックして、で、偽札を、行政が行っていたと。コロナウイルスの件とかいろいろあったわけじゃないですか。だからこれ一部の人間とかが行ってたことであって、この間運転免許証の更新行った時も警察官の人が言ってくれたんですよ。もうわしなんかコロナ2回もかかってと、でそれで、あ、それ多分エネルギーの残存問題で弱ってる人を殺すためにあれ多分巻いてますよということを言ったら、あ、その話知ってるっていうことで、もう正直にすんなり言ってくれる警察官の人で、まあ後から思い出したらその人も、あ、その人見覚えがあるわという、まあ、いうような方だったんですが、まあ、もしくは、まあ、もしかしたら昔議員関係だったりだとか、会社の役員していた人で、現場の警察官に、その行政の行き過ぎた内容に見える部分、その一部の人間の暴走によってしてしまっていることに関して、ちゃんと正直に、自分の言える範囲でいいから言うわというような形で警察官になられた方だったと思います。まあ、もともとそういうその、まあ、第二次世界大戦、第一次世界大戦も誰がやらかしたって言ったら行政なんですよね。だから我々末端の民間人からしたらっていう分と、一部行政の人たちで、もう今時の時代はですよ、みんな真面目志向だし、その行政がそのめちゃくちゃなことしちゃダメじゃないかっていう人がほとんどの公務員や国家公務員の人であって、だけども一部、例えば高速道路を作りすぎてる県だとか、そこからは抜け出せなくてエネルギーの残存量問題があると。で、次の作品、まあ宝石関係の話とかもありますけども、人類に一番、まあ宝石に例えて、まあどうかと思うんですけども、全員の生活がかかってる20億人の、まあ、命がかかってるっていうことで、エネルギーの残存量問題で、もう石油の件でいきましょう。で、高速道路の件と車の生産停止、それについてルパン三世とキャッツアイが動くと。これでいきましょう。これならそこには正義がありますから。世界中そんな作品どこも作ってないですよ。僕はもう僕はここで言ったからいいですから。これで世界中政府上層部も分かりますか。で、もう国連がその方向で動こうとしてるんです。2019年対比で2035年かな、石油、化石燃料、石油や石炭とかウラン鉱も含めてですよ、ガスも含めて、消費量を、65% 削減ですよ、2019年対比で。もうそれ、その方向でもう行くぞって、絶対これで行かなかったらもう後戻り効かないですよ。だからもうアニメ業界も、良い作品とか、もうそこはもう各テレビ局でもう思いっきりマーケティングしてくれたらいいですから、この作品を見るべきだっていうことで。で、もう石油の、その消費を抑え込んでしまう、ガソリン車の生産停止で、その暴露について今回のね、キャッツアイとそのルパン三世のコラボで一つ足りなかったところが、銭形のとっつぁんとかが、こう、インターポールという組織ですよ。インターポールっていう組織は、一応、まあ、一般人の方向けに説明しますけども、国連の傘下なんですよ。で、世界中の警察は、インターポールの傘下なんです。だから、そこが、正義感のある警察官の人たちが、その暴露の話に、もうそこはキャッツアイが暴露しても、峰不二子が暴露してもいいと思います。もう峰不二子でいいと思いますよ。その辺、カリオストロの城と同じになってしまうかもしれませんけども、峰不二子も何か正義として活躍する部分がなかったら、これ存在として価値が成り立たなくなるんですよ。だからそこで、やっぱり暴露するところに、ちょっとまあまあ、もう髪の毛、まだ今回茶色でしたけども、次は髪の毛染めてない、もう日本人なんだから、名前見たら。もうちゃんと髪の毛染めてない、
黒髪でね、ちゃんと現場突入してじゃあもうこれは髪の毛の色で差別をしてるんじゃなくて、髪の毛染めた不良なんです、海洋基本法違反、髪の毛染める役員は皮膚に触れた瞬間皮膚は痛かったでしょみんな、劇薬なんですよ、そんなもの髪、川とか海に垂れ流しちゃダメなんです、今まで水俣病とか痛い大病とか、化学関係でね、大気汚染とかいろいろあったんですから、本当にそういう社会問題が、ヘドロを平気で海に流してっていう、もうそれも作品込みで入れるんですよ、高度成長期の頃はって、世界中どこの国もって、であとは他にもね、不法投棄されてる、僕は撮影して回った日本だけで1万台ぐらい車があると、これ本当に多分1万台超えると思いますよ、本当に不法投棄されてほったらかしで、もう今回はもう次の作品は正義感も全面、そこでもう俺らが行くぞ、3人だけでは少ない、まあルパン三世中心でもいいですよ、キャッツアイ中心どちらでも、まあルパンたちがいたと、もしくはキャッツアイたちがいたと、で峰不二子もいたと、銭形のとっつぁんたちもいたと、それだけ合計しても10人いないんですよ、まあ、その辺のところはもともとのワンピースの世界とかと同じで、あんまり味方のキャラクターを増やしすぎたらもう何がなんやらだんだん活躍するシーンとか難しくなりすぎるとか、そういう話があって、そのね、仲間の数が200人とか300人とか、そのなんとか兵団とかは別ですよ、ああいう風に一人一人の同じこう一緒に行動と共にする人たちの人数制限っていうのをかけてるのは、漫画の世界で描き始めるとそれをあんまり増やしすぎると、例えば100人も仲間を増やすと、各自が活躍するシーンだけで何年経過するか分かんなくなるんですよ。その辺のところはね、人数的にも、ちょうどいいぐらいの人数ですので。で、まあ、それで通用作品、水面下でどういうふうな動きがあったか、もう僕はね、名神大阪府の万博をね、理由にして、名神高速と中国自動車道をつなげたりとか、し始めたでしょ。もうそれもう僕の河川の撮影とか行って、僕は押さえてる映像とかもう見て、もう全部バレてるから、もう一部この辺とか高速の一回作った取り外したりしてますから、ほんとちょっとね、まあガンダムシードの方はまた別の動画で、感想を述べさせていただくとして、もう次、ルパン三世とキャッツアイ、もう正義感全面、もう石油とかの話、もうガソリン車生産停止、高速道路の話とか、もう高速道路を作らせない、高速道路。盗んだったでいい。僕のあたりではもうそうなったから。一回かけた高速道路も、お取り上げ、本当に。民間人が行政に、ちゃんと言って、ルール法律で動かしてますから。高速道路盗んだ話。で、もうそれ全面に世間に公開。で、最初の方はそれで話が終わるかと思ったら、もう次ガソリン車 の生産停止から石油の残存量から話、バーってもう全部言って、一般人の人、これ本当の話と全く現実と同じですから、でもこれも押し込みましょう。岸田さんも言ってましたから。アニメ業界とかそういうところからのバックアップも我々も必要だって。例えばこの間僕は河川の撮影に行った、まあ、淀川の上流、桂川の上流、京都の嵐山のさらに、北の方、日吉ダムとかですね。で、そこから先の、または日本海の方に向かって、京都の、大野ダムからの由良川から、まあ、日本海に抜けていく河川なんですけども、まあ、そこの撮影までもうそこまで行ったもんですから、もうそのまま次一緒に撮影行った方が降水もう一回出直すよりも浮くわけじゃないですか。そこもスピーディーに動いて本当に撮影に行ってたんですけども、まあそこでも縦貫道という京都の高速道路を、縦につなげていて、その辺人あんまりいないんですよ。で、案の定車なかなか通らないですよ。ちょっとね、これ自民党の皆さんどう思いますって。
んなにも撮影していて家ほとんどないでしょって、こんなところ高速道路作ってるんですよって、最初これ僕さっきコメントした時に昔からあるものですけどって言ってしまいましたけど、僕的に舞鶴自動車道と思ってたんですよって、そういうのは昔乗ったことあるから昔からあるだったんですけども、これもう地図見てこれ点線だから、これ作ってる途中で後から作ったでしょって、1998年の後ですよって、これ工事すぐにストップさせないと、もう後からもう途中で僕は 駅で電車待ってる時にその辺のことをいろいろ言い始めて、だからもう最近 あのインターネット記事でも次まあ自民党のね総裁は小泉進次郎だっていうことを言ってくれた人がいて、まあその記事も世の中にやっと出てきました。まあ年齢的な部分ですよ。まあ次の選挙はもう立憲民主党や維新の会が議席の数を多く占めると思います。もう自民党はもう一定の責任はもう絶対責任を持ってもらわなきゃならない。それはもう議席の数で表してもらわなきゃならないですから、それはもう知事の人たちも同じですよ。自民党系だった人たちは。まあ一人抵抗していた川勝さんっていう方がリアモーターカーの話でしたけども、多分あの人が言いたかったのは、淡井さんが言ってたように日本海に地下水流ソレートトンネル発電もう先に掘っておくべきだって、どうせ我々はトンネル工事してきてしまったんだからって、いくらなんでも彼もそれまでに特許出願するって、それ信じようって、でそういう人が辞めさせられてるっていうのは今の現状ですから、だから表立ってのニュースはあんまりストレートに信じるんじゃなくて、もうみんな淡井圭介の動画を確認してから政治を判断するのは、テレビに向かって言う方法もありますけども、それすると僕睡眠不足にさせられるんですよ。だからそういう非人道的なシステム、隠蔽のシステムがある限り、まあ、みんな僕の動画を見てもらうしか、まあ、ないと、まあこういうことなんですよ。まあまあこれはアニメ業界の人たちも率先して淡井さんの動画見ようと、もう河川の撮影長いですけども、撮影しながら言ってることものすごく重要なんですよ。そこには人の心があるわけですから、そういう内容をしっかりと聞いていただいて、あと知識的な部分とか今まで の政府の動きとかね、もう全部僕は言ってますから、大体のこと、だそういう重要なところをしっかり見ていただいて、で、まあ、僕も金銭的に河川の撮影とかも、まあ、今、口座が残り8万8000円ほどなんですけども、まあ、この間、ここの、スイッチ、まあ、もう、他の動画でも上げてるんですけども、ここはね、新しく付け替えてもらって、まあ、これだけで、まあ、7700円か7500円か、まあ、それぐらい、まあ、かかっていて、でそれは生活保護の方では、建て替えることが、まあ、できないというような内容なんです。だからまあ河川の撮影にちょっと、まあ、金銭的にもなかなか行くのがだんだんもう難しい段階に来てますんで、一時的にちょっと働きに行ったりとかして、まあ、それでちょっとお金を作ったりとかして、まあ、撮影しに来たんですけども、ちょっとまあ今まあ、8月に備えてというところがありますんで、まあ、今ここで仕事をしちゃうとシフト云々とかで予定とかめちゃくちゃになったりしたらしても、それはそれで困る部分がありますんでね、ちょっと今年 の8月にかけてる部分もありますし、その後のまあ9月5日からの裁判にもまあ、そこで、まあ、もうよちよち歩きでもいいから遅くてもいいから 何歳も物事を進めるしかないですから、もうこれ以上の停滞は絶対許されませんから。登場させます、ルパン三世とキャッツアイと銭形のとっさんとか、あと思い立つ、キャッツアイ関係の刑事の、何でしたっけ、内海さんでしたっけ、いつみさんだったか、内海さんって、僕もちょっと、だいぶ長い間見てない漫画というかアニメですから、僕もちょっと、名前も、はっきり覚えてないんですけど、銭形のとっさんはね、
印象が深いから、まあ、そこでインターポールのその現場の最高指揮官として、そこも暴露を そこでルパン三世が高速道路とかお取り上げした後ね、言うんですよ。告訴愛地方裁判所は認めてますから その判断から背いたら、国連からその国脱退させられるんですよって。そこの国民、全国民と、あなた、ね、国王だろうが、総理だろうが、大統領だろうが、書記長だろうが、総裁だろうが、総統だろうが、あなた、そこの国で、まともにいられると思いますって。どっかの国に逃げなきゃならなくなるの、あなたの方ですよって。もうここは正々堂々と、出廷しなさいって、しっかりと 銭形のとった。それで罪の軽減はあるぞぐらいは言って、で、実際 番組のね、そのアニメの映画の、最後のね、エンディングのところで、議員のね、谷川さんがもともと長崎県の建築業界の社長をしてた人が仕事がなくなって国会議員になって、で、長崎 IR 復興施設、長崎バンフォーレとかのスタジアム作ってカジノとか言い始めたから、もう 全力で怒り始めて、もうテレビに向かって睡眠不足になろうが何だろうがもうお構いなしや、していいことと悪いことがあるってあれだけ言ったやろ 本当はそこで法律面列挙したら、もう向こうがもう野垂れ死にしそうになりますから 眠れんようになって、そこまで鬼じゃないですから。あとは法曹界が動いて、法律業界が動いて、もうしっかり罰せられてますから もうマイク取った手が震えな 記者会見で、本当に取られますって。取られるってお金ですよ、納めなきゃ、僕の方が それエンディングで放送したらいい、その本当の話。それで世界中の建築業界とかが、自分たちもそうなるんだっていう危機感を持たせたら、そんな仕事もうよう受けませんってなりますから これでエネルギーの消費量を抑え込みますから、本当に。人口は50年近く少子化してるんです。今更ある高速道路プラス普通の一般道を使ってたらいいんです。特に田舎の方は。信号がなかなかないんだから、あんまり変わりませんよ、そんなもの。どうせ上登ってぐる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 回って、上登って料金所通過して渋滞込みでって、そんなことしてるんだったら一般道乗ってりゃいいんですよ。大して時間変わらないんですよ、5分か10分ぐらいしか。いいでしょ、このアイデアの、この作品の話の大枠 出た、淡井さんの次の作品 もうそこも爽快、もうみんな気分すっきり、これが消費税上がっていた大元やーって 大元だーって、そこね、正しい言葉遣いで、銭形のとっつぁんと峰不二子 言ったったらいい、それで、ね、世界中それですっきりするから 誰に投票するべきかで、あともうオリンピックも本当にもういらないから。もう人がこれだけね、減ってきてるのに、スポーツ選手を増やして余計税金使わせて試合させて何してんのって。ほんとアホなことしちゃったらもう、スポーツ選手も捕まえるよっていう、そういう話になってきますから。まあ、捕まえるイコールね、精神病院行きじゃないですよ。罰金、お金払ってくださいよって。それで稼いだお金なんか、悪戦身につかずの話で進めなきゃならないですから。やっぱりアニメ業界とかゲーム業界とか音楽業界の価値、音楽業界はその作品のクオリティとか、あんまり変な歌詞書いてたらそこもやられるから 刑法175条違反で、200万円以下の罰金とか、エロ歌詞書いてたら あとはもう構成されたかどうか。だから、へい走るっていうビーズのね、皆さんに作ってもらった曲とかも、僕からの提案で作ってもらったんですよ。で、演奏終わった後ね、僕からの、アクセスできるプロモーションビデオ、そこからの、PV の方からの、松本さんがね、ギターの松本さんが演奏終わった後、やっぱりみんな、あっち側って その先はみんなちゃんとその後構成できたかどうかなんですよ。これだけ社会でテレビで間違えた放送してたら、やっぱり常識の感覚がおかしくなってる若手の人間いっぱいいるから、そこはある程度構成の話混ぜなきゃなんない。だからそこは罰則
はプラスされるものだから、ある程度罰金支払って今度からあのこの悪いことするのやめようとか、髪の毛染めるのやめようと か、 だからその辺のところはしっかりとあのみんなが一般人の人たちが確認しなきゃならない。僕みたい髪の毛染めてないね、白が混ざってるでしょ、ここも、まあ、白が本当はもう今年で47歳ですから、違う77歳じゃん違う今年で47歳ですから、ちょっとラッキーセブンの話がちょっと変にこう なんて77歳違うから、さすがにそれはないですから。77歳でこんなに 若そうな人 いません。まずたまにいますけどね、僕も本当は接近したらもう皮膚とかもう睡眠不足でボロボロになってますから、それだったら77歳でもいるかもしれないの話になっちゃうんですけど、まあ、とにもかくにも、ルパン三世&キャッツアイ次回作、もうこの内容、もう話の大枠は、まあ、あとはもう細かいところは、あの、プロの人たちにお任せします。あの、どういうふうな描き方とか。もうあまり 3D とかにこだわらなくてもいいと思いますよ。今までの従来のアニメーションで、あれぐらいの画像のクオリティであったら、もう重要なのはシナリオですから。本当に。で、そこでもう見てる方も現実と照らし合わせで、スッキリできるかどうか。これがもう上の方までの全年齢層の人たちに見ていただけるっていう絶対的な要素なんですよ。これが。20億人の命がかかってるんです。いろんな法律があるんです。僕の案件がナンバーワンです。国連の案件で今までのもん、優先順位一番、第一位の問題だったんですから。していいんです。そういう内容で放送してもらって。まあ、あとはね、もう、架空の王国とかが、もしくは国の、まあ、民主主義、まあ、架空の王国と、それプラス民主主義の国は出しておいた方がいいと思いますよ。あと共産主義と。で、その三つがトライアングルで、その国の人たち全員が悪者じゃなくて、ごく一部のね、利権がかかってる人たちが、いわゆる道路族とか、自動車産業とか、もう絶対そうだから。そういう連中が票をもらって議員にな、民主主義では議員になっていて、国王側ではそういうふうな指令を出して、共産主義側ではっていう、そういうふうなところとかでね、その中でも一部、そういうような人たちに抵抗してる人たちがいてっていうところももちろん出しですよ。もうそれはもう今夜が、世の中全体のことを表してる形ですから、もう民主主義が悪いとか、王政制度が悪いとか、そういうことじゃないんです。一般人みんなが車買わなかったらよかったんですって、みんなが知識持って勉強しなかったからこうなってるんです。だからアニメぐらいね、アニメばっかり見て、勉強しない人はこれ見て勉強しなさいの作品になるんですよ。そういうことです。そのうちガンダム系でもそういう話出てきますから、本当に四方八方のアニメ業界、今度ハリウッドとかにも呼びかけてそういう作品作ってもらえますか。違うような、まあまあ今までのね、志を共にしてくれてきた方たちと、その意思を受け継ぐね、僕の年齢に近い人たちとかね、まあまあ、その方向性で作っていただけたらなと思います。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、これも一時停止をして、もうメモしなかったら忘れますから、チャンネル登録とか着信通知の設定、淡井さんの動画を見て、で、淡井さんの動画を自分の身の回りの人に、淡井さんの動画ちょっと見てあげなあかんよって、過去365日を遡って、動画の再生時間数、皆さんの見ていただいている動画ね、僕の動画、すべての動画見ていただいて、過去365日を遡って3000時間か4000時間突破しなかったらお金入ってこないんですよ。パートナーズシップとか CM とかがついたりとかしてね。で、あとはいわゆる投げ銭みたいな形で、その動画でね、この動画いいねってライブの放送とかで、で、それでまあお金をね、振り込んでくれたりしてくれる人とかね、あとはメンバーになるとかね、そういうふうな形でお金が入ってこなかったら、一応生活保護者でも手元に、まあ、1万5千の売り上げだったら1万5千手元に残ります。で、例えば、10万ぐらいの稼ぎがあったら、まあ、2万円ぐらい手元に残ったりするんです。あとは、まあ、国が、持っていくんですけども。だから、まあ、国への、まあ、金額はある程度上がってきたら、国への、納税にもなりますし、生活保護者の、人を、生活保護から脱出させてあげたの話にもなりますから、だから僕の動画を見るイコール、助けるっていう話になるんです。阪神・淡路大震災に被災して、僕は
助けられてないんですよ、結局のところ。本当にどこ行っても賃金の不払いで、でそれを自分で裁判して何とかしなきゃならないっていう形になってるんですね。で、まああんまりテレビ局のことを悪く言うつもりもありませんけども、あるあるって、まあ、視点で言って、まあまあもう言ってますから、まあ、僕のアイデアを使って今まで作品を作ってきたところはある程度金一封とか払ってもらわなきゃならないですよ。これ民法でちゃんとあるんですよ、検証広告っていう内容がね。人のアイデアを使って、作品を作ったりしたらやっぱり金一封とか払ってあげなきゃなんですよ。テレビの番組自体はそうなんですよ。だから映画とかアニメとかでも何でもそうですよ。だからまあその辺のところでね、皆さん、僕の動画広めていただけたらなと思います。まあ一応再生時間なんですけども少しずつは増えてはいるんですけども、まだ伸び率があまり良くないですね。なかなか3000時間4000時間突破できそうな気はまだしないですね。もっと勢いよく動画の再生時間が1日で例えば100時間を突破する日がプラスで、ね、出てくるぐらいとかにならなかったっていうことは、見てくれる人たちの対象者数が1万人くらいはいなかったらもうどうしようもないんですよ。だと思いますよ。全員が全員見れるかって言ったら忙しかったりするわけですから。なあ、まあその辺のところに皆さんご協力していただけたらなと思います。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。長い間ご清聴ありがとうございました。やっぱり今気づいたんです。先ほど気づいたんですけど、31本、ミスター・タイガース、加計さんの背番号、31番と同じです。以上です。